君並大学は中華人民共和国公衆市に本部のある大学。1906年に創立し、華僑の最高学府と称され、中華人民共和国国務委員協務事務委員会及び教育部に直属している総合大学で中国が21世紀に向けて力を注いでいる100の大学の一つである。学校は海外及び香港、マカオに開かれた学校といった、 運営方針に徹し、現在、全日制在籍者は4万人余り、そのうち、華僑、香港、マカオ、台湾及び外国からの学生は1万2145人に達し、中国国内において1位を占めている。1906年創立の、機難学堂が前進。1927年に、上海に移転し、国立木南大学に改称。 1958年に、甲州へ復帰し、木南大学に改められた。本部木南大学は、華教の最高学府と言われ、長い間、国語教育と外国人向け中国語教育に力を入れている。中国が創立した最初の華教を対象とした大学である。中国で最初に留学生を受け入れた学校の一つで、現在も海外の留学生が、 最も多く在籍する国家211プロジェクト重点総合型大学である国務院教務事務所に所属し、木南大学科文学院は1953年に創立し中国語教育、中国文化及び予備教育の専門的な学院として位置づけられている。本学院は教育部に国家対外中国語教育基地に認定されていて、 国務院教務と無事務委員会に中国語教育基地に指定され、中国国家対外中国語教育指導チーム事務委員会に周辺国家中国語教育の重点学院と認定されている。そして中国カラン地区で最大規模最強の実力を誇る中国語教育及び国語教育の専門学院でもある。学院の開設した中国語教育専攻は、 関東省の有名学科と評され、学院は現在中国語能力検定試験の初級、中級、上級の試験、産業経済学、水生生物学、金融、文学と芸術、4つの中国教育部重点学科、8の中華人民共和国国務院共通と無事務、委員会重点学科、24の関東省重点学科、木南大学科文学院には、 対外中国語学部、中国語教育学部、応用言語学部、中国語予科、通信教育学部、海外科文教育研究所、現代教育技術センターなどの教育研究機関があり、現在204名の教職員が在籍している。そのうち、教授13名、副教授20名、講師70名、博士号取得者26名、修士号取得者68名、 博士家庭指導教官3名、修士家庭指導教官17名となっている。花文学院は、公衆における新開発中新地区である、天賀文化区に位置し、公衆東駅に近く、交通が便利である。学院は、様々な現代化の教育、体育保健施設を持ち、学生寮、食堂などの生活施設が整っている。本学院は、自然に恵まれ、 素晴らしい環境のもとで国際色及びバラエティに溢れている。海外及び国内の学生に中国語及び中国文化を勉強する良い学習の場を提供している。2013年現在、今日、職員1869人。2013年現在、学生数は4万5000余人。家境、香港、マカオ、 台湾及び外国からの学生は1万1余人。君南大学主会学部25の学部59の学科77の研究室89の専攻がある。ありがとうございます。